頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。連合宮城が開いたメーデー宮城県大会には労働組合の組合員らおよそ1300人が参加しました。大会ではリモートワークなどを活用した働き方改革の徹底や長引く物価高騰に対応した賃上げを訴えました。役員の皆さんも組合員の皆さんもそして働く仲間もですね、やっぱり笑顔になれる、そういった環境を連合としてもサポートしていきたい。また正規労働者と非正規労働者の格差是正を呼びかけました。